英語の語順感覚を身につけてパッと話すトレーニング。 Hello, Get Language Online 講師の右半身です。日本語から英語にパッとできない、英語をパッパッと話せるようになりたいっていう人、今日の動画は絶対に見てください。今日はね、英語の語順の感覚を身につけるトレーニングを紹介します。英語がパッと話せないのはね、日本語と英語の語順が違っているからなんですね。日本語は動詞が文章の最後の方に来るのに対して、英語は文章の初めの方に来ます。この違いのせいで、日本人は言いたいことを英語にするときに考える時間が長くなってしまうんですね。英語を話すために必要なのは、主語と動詞をパッと出すこと、そして英語を意味の塊に分けて考えることです。単語を一つ一つ積み重ねて考えるとこんがらがるし、パッと話せません。短い文だったらパッと英語にできるなら、長い文でも同じ。長い文を短い意味の塊に分けて、その部分だけを英語にすればいいんです。今日はね、そんなトレーニングをしていきます。これをすることで語順の感覚を身につけていきましょうね。語順矯正トレーニングです。 Get a Language Online では、真面目になりすぎる英語の勉強を楽しいものにするために、身近な楽しい SNS の投稿を使ってリアルな英語をね、学習しています。今日はね、ツイッターの投稿です。早速始めていきましょう。今日の投稿はこちらです。9日後に会社を辞めるポンコツワゴンさんからの投稿になります。こないだスーパー銭湯に行った話。初めての風呂屋だったので、今日は全部の湯船に入ろうと決めて、内風呂の後露天の岩風呂に入ったら、なんと水風呂。サウナの後だったので、まあいいかと涼んでいたら、店員、お客様、申し訳ないんですが、そちらは池です。通りで浅いし座りにくいと思ったってっていう投稿でした。これをね、英語にしていきますよ。ここからはね、短い日本語が出てくるので、パッと英語にしてってくださいね。さあ、サクサクやっていきますよ。楽しんでくださいね。いきますよ。私は行った。答えは I went ですね。そして銭湯に、はい、答えは to a spa になります。パブリックバスでもいいんですよね。今時の日本の銭湯って言ったら、結構スーパー銭湯みたいなね、大きな施設が多いですよね。これがね、まさにスパのことなんですよね。さあ、続きいきましょう。私は銭湯に行ったんですね。その続きがこないだ、はい、英語にしてみね。はい、答えは The other day になります。これで言えなかった人多いかもしれないけれども、この間っていうのはね、この表現よく使います。覚えておいてくださいね。さあ、続きいきましょう。それは私の初めてだった。どうぞ。はい、答えは It was my first time。この表現もめちゃくちゃよく使いますね。何々するのは初めてだったっていうことですね。はい、続きいきますよ。そこに行くのがですね。どうぞ。はい、答えは to go there になります。It was my first time to 何々何するっていうね、 to のところまでが一塊になりますから、何度も口鳴らししてね、覚えてくださいね。続きいきましょう。だから、 so、 これだけだね。続きいくよ。私は何々することを決めた。どうぞ。はい、答えは I decided to ですね。 to の後に何かすることが入ってきますね。続きいきますよ。全部のお風呂に入ることをということだね。どうぞ。はい、これちょっと出にくかったかもね。 take all kinds of bath になります。発音ちょっと難しいね。 bath、 th の後に s の発音はしておいてくださいね。さあ、続きいきましょう。楽しんだ後、この言い方いけるかな。どうぞ。答えは After enjoying。 これだけだったら出たかもしれないね。続きいきましょう。内風呂を、はい、この言い方わかんないかもしれないね。 The indoor bath っていう風になります。建物の中の、お風呂なので、 indoor bath って言ったらいいでしょうね。さあ、続きいきましょう。私は入った。いきましょう。I took、 それだけになりますね。はい、続きいきましょう。露天風呂に、どうぞ。
はい、答えは an open air bath になります。まあ、岩風呂とかってね、あるかもしれないんですけれども、外国人に伝えるためにはそんなにね、岩風呂みたいな具体的なこと言わなくてもいいかな。露天風呂だけでね、an open air bath だけでいいと思います。outdoor bath でもまあ反対でね、通じないことはないかもしれないですね。はい、じゃあ続きいきましょう。けど、but ですね。それは水風呂だった。どうぞ。答えは It was a cold bath です。水って言われたらね、あれなんて言ったらいいんだろうって思うんですけれども、まあ頭を柔らかくすると確かに冷たいお風呂っていうことですよね。 cold bath になります。続きいきましょう。それは何々の後だった。どうぞ。はい、答えは It was after になります。続きいこう。私がサウナに入った後っていうことだよね。どうぞ。はい、答えは I took a sauna ですね。サウナ今流行ってますよね。発音はねサウナにしてくださいね。どうぞ続きいきましょう。だから So 私は OK って感じで、はい、答えは I was like OK ですね。I was like、私こんな感じだったんだよとかねって感じでとかっていう時によく使う表現ですね。そして OK って感じ、まあね、サウナに入った後だったから、まあ、水風呂だけど、まあ、OKOK、OK OK、じゃあ入ろうかっていう感じでっていうことなので I was like OK なんだよね。そして続きいきましょう。そして And それだけだね。続きは私は涼んでいた。どうぞ。はい、これがちょっと出にくいね。 I was cooling down ね、日本語にもなってるから知ってるはずだけど英語でパッと出ないよね。 cooling down、 これ使いましょう。その中で、どうぞ。はい、答えは in it、 これだけだね。池の中で涼んでたっていうことだよね。はい、それから then ですよね。店員が来た。 staff came、 店員言いにくいよね。でもstaff ね、これだけで OK ですよね。そして続きいきましょう。そして言った。どうぞ。 and said になります。お客様すみませんが、これどうぞ。はい、出たかな。 excuse me sir but、 こんな感じになります。女の人だったらね excuse me ma'am になります。知らない人に対して声をかけるときは sir とか ma'am っていうのが英語の表現ですね。すみませんがのがも使って excuse me sir but っていう風に言ったらいいです。続きいくよ。こちらは池です。さあどうぞ。はい、これは this is a pond になります。池だからね pond ですね。まあ表現としてね、ライティングの時はね大文字で書いてみました。そしたらちょっとこう強調できますのでね。さあ続きいきましょう。さあこの言い方ちょっと難しいかもよ。何々も不思議ではない、この言い方できるかな。どうぞ。はい、答えは No wonder ね、この表現英語ではよく使いますね。続きいきましょう。それが浅く、はい、答えは It was shallow ね、浅いという単語ですね。そして居心地悪い、はい、 and uncomfortable っていうことですね。 uncomfortable、 comfortable 両方ね、よくよく使う単語ですね。覚えておいたらいいですよ。最後は座るのにで締めましょう。どうぞ。はい、答えは to sit and relax。リラックスするのにって日本語つけなかったんですけども、 sit and relax ってつけた方がなんか情景が思い浮かべやすいかなと思って relax もつけてみました。さあこれで以上になります。短くすればねパッと出てきますよね。で実際英語を喋ってる時ってこの短いフレーズをパン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 って出していくことの連続になるんですよね。なのでその最初から最後までこういろいろ考えて喋っちゃうんですけれども、とりあえず目の前にある単語表現っていうのを短いものでいいからパッパッと出す、これがコツになるんじゃないかなと思いますね。もう分かるところの足元50センチぐらい見ながら生きていこうって、そんな感じですよね。
さあということで最初から最後までもう一回読み上げてきますので、リスニングを楽しむなりシャドービングを楽しむなりね、皆様それぞれに楽しんでみてください。さあ行きますよ。 I went to a spa the other day. It was my first time to go there, so I decided to take all kinds of bath. After enjoying the indoor bath, I took an open air bath, but it was a cold bath. It was after I took a sauna, so I was like, okay, and I was cooling down in it.Then a staff came and said, Excuse me, sir, but this is a pond. No wonder it was shallow and uncomfortable to sit and relax. こんな感じですね。まあ、池に入っちゃってたのも恥ずかしいけど、あれだよね、なんか銭湯だから。この話はその書いた人が素っ裸で展開された話だからね、だいぶ恥ずかしい思いをされたんじゃないかなと思いますけれども、面白いツイートになったから、まあそれでいいかって話ですね。さあ皆様お疲れ様でした。お楽しみいただけましたでしょうか。当チャンネルはですね、英語の語順にフォーカスしたレッスンとか、あと発音ですとか、あとユニークな文法レッスンですとか、さまざまな英語コンテンツをお届けしております。ぜひともチャンネル登録をしていただいて、プレイリストなんかも活用してね、学習に役立てていただければなというふうに思っております。 Thank you very much for watching the lesson. See you in our next video. Bye for now. このチャンネルはわあ、イエー、右半身、左半身、現役英会話講師による夜、面白くて楽しい英会話学習チャンネルになってるんだよ、よ。だからまずはチャンネル登録よろしくお願いします。